5月17日以来の中5日の登板になります。まあ、涌井が今ファームに落ちている状況ですから、はい、やっぱり岸にかかってくる比重というのが非常に大きくなりますね。まあ、中継ぎ抑えが絶対っていうところがいないわけですよね、はい、ですから岸自身が俺が一人で投げてやるという、はい、そういう気持ちはものすごく強いと思うんですよ、まあ、困った時は誰が投げるだろうっていうのは僕もよく分かってないですけども、はい、ただ長田の状態はいいですね、試合開始1番長野、ジャイアンツのオーダーとしては長野は4月26日から1番に入っています。このところバッティングの状態は上がってきて5月12日から7試合連続ヒット中です。まあ、昨日も勝ち越しのタイムリーを打ったのはこの長野でした。長野の1番というのはすごく嫌ですよね、長打力もありますしね、はい、いいバッティングしてますからね。岸が今投げたこのカーブ、はい、これが一つ大きなポイントだと思いますが、そうですね、まあ、岸の持ち味ですけども、このカーブをうまく使って、抑えていくわけですよね、はい。ズバッときました。いいコンビネーションだったですね。長野の見逃し方ね、はい、もう見てるだけという、その前のカーブがいかに効いてるかですよね、もう全く手が出なかった、はい、読めなかったという感じですね、これで。そうですね、これはあの本当にあの岸のボールもすごいですけども、はい、長野の見逃し方を見ると、もっとすごいなという感じを受けたんでしょうね。このところは2番に藤村が入っています。まあ、原監督はこの2番のところに小細工の効く小さな選手を使うというのがこの数年の傾向ですよね。そうですね、まあ、今日は久しぶりに松本がラストバッターに入っていますが、あの2009年などは松本が2番に入って機能をしたり、あるいは印前を使っていたこともあったりして、これも一つポイントになってるんですね、ジャイアンツのね。あのピッチャーっていうのは、はい、大きい選手がずらっと並ぶ、それも嫌ですけども、ところどころにものすごい小さい選手がいる、はい、これも嫌ですよ、だからあの要するにあの打線というのはいろんな選手がいた方が、はい、ピッチャーは困りますよね、まあ、かつての西武の黄金時代、それから巨人の あの OL を中心にした黄金時代というのもやっぱりそういうバラエティに富んでましたからね、はい、小技大技足を絡めるとかですね、こうどっからでもなんかいやらしい点が入る、はい、でクリーンアップの秋山ぐらいがゴンゴンとホームラン打ってね、大量点も取ってしまう、そういう時代もありましたよね。連続三振のスタート、しかも三振を取ったボールは1番の長野も2番の藤村もこれまっすぐです。はい、はい、まあ、若干逆球になってますから、この昨日の牧田の場合ね、立ち上がりすごくコントロール良かった、はい、今の岸は少し逆球なんですよ、でもこれは勢いがあるから取れてるわけですね、だから中盤以降立ち直ってくるともっと良くなりますよ。3番好調の坂本、このところ5試合で3本ホームランを打っています。今日も試合前の練習の時に岸について問われたときに、やっぱり今投げたあのカーブが一つポイントですと坂本は言っていました。あのカーブですねという、あの108キロぐらいから142キロのまっすぐの差、はい、これはね相当違いますからね、まあ、でもあの坂本の場合は反応いいですから、はい、ツーアウトランナーない状況ですけども、ここは3人で割っときたいですよね。そうですね、まあ、昨日もそうでしたけれども、結局試合が動き出したのはこの坂本の一発からですからね。そうですね、はい、だからタイミングが合ってないような、まあ、第1打席からドンピシャでね、甘いとはいえ合わせてくる、はい、そういう能力がありますからね。昨日牧田から5号ソロホームランを打ちました。3連続三振のスタート、岸素晴らしい滑り出しを見せました。見事なピッチング、1回の表ジャイアンツ無得点です。
守備につきます読売ジャイアンツバッテリーはピッチャー杉内。